皆さんこんにちは。この日はルヴァンカップ準決勝、浦和レッズ対セレッソ大阪の試合に行ってきました。この頃はあんな悲惨な結果になるとは知らずウキウキしてます。ということで浦和美園駅に着きました。いつも浦和美園駅から歩いて埼玉スタジアムまで向かってます。この日はユニフォームを着てスタジアムまで向かいたいと思います。ユニフォームを着ていくと電車の中とかでお疲れ様ですやアイコンタクトをしてくださる方が多くいて気持ちも高まります。皆さんはいつもどうしてますか？今回レッズサポを少しでも増やしていきたいなと思い、初観戦のお友達を誘ってみました。ちなみにお友達の名前はポン君とゆいちゃんです。ゆいちゃんは試合自体初観戦みたいで、ポン君は過去に埼玉スタジアムで働いていたそうです。ポン君はもともとサッカー経験があって、高校生まで新潟の高校でサッカーをしていたみたいです。ゆいちゃんは日本代表の試合はよく見るそうなので、J リーグは見たことがないと言っていたので、ぜひ浦和レッズにハマってほしいなって思います。なんとここでゆいちゃんが日本代表の乾選手ならわかるという発言をいただきました。浦和レッズだと今日本代表の酒井宏樹選手ならわかると後で言ってました。ぜひ今回は松尾選手や関根選手などレッズの選手を覚えてもらい、レッズの迫力のある応援を見て、ぜひ虜になってほしいです。署名活動をしているのを見つけたので、ここで署名活動をしていきたいと思います。私もサイスタで決勝を見たいです。お友達にも書いてもらいました。ありがとうございます。ゆいちゃんに浦和レッズのユニフォームに着替えてもらいました。実は私今季のユニフォーム2個買ってます。1個ゆいちゃんに貸しました。ユニフォーム着て応援していきます。この日は横断幕がたくさん並んでました。気合の入る一戦ということで絶対に負けられないです。ここでサイスタ横丁に向かっていきたいと思います。埼玉のうまいが集結、埼玉県内にある店舗のみを集め、魅力ある埼玉をここ埼玉スタジアムから発信しています。スタジアムで出会い店舗までつながるというのはとっても素晴らしいことですよね。サイスタ横丁にある店舗はどのお店もとっても美味しそうで、お店選びに苦戦しました。この日は4店舗出店していました。混ぜそばに牛もつ煮込み、揚げ餃子、おでんなど様々な食べ物がありました。皆さんは埼玉スタジアムに来た時何のスタグルを食べますか？ぜひコメント欄で教えてください。お店を決めました。私は牛もつ煮込みです。ポン君が買ってくれました。ポン君ありがとう。私はレモンサワーです。ということでみんなで乾杯しました。お友達はビールを飲んでます。しみる暑い日だったので、やっぱお酒最高ですよね。ここで私が頼んだ牛もつ煮込みの食レポをしたいと思います。もっといいコメントないのかい。味が染みてて美味しいです。でも染み渡る美味しさでした。ここでポン君にも食レポをしていただきました。めちゃくちゃうまいです。これよかった。混ぜそばもとっても美味しかったみたいです。ぜひ皆さん食べてみてください。試合前の選手の方々のコメントをまじまじと見ているお二人です。この日のオフィシャルマッチデーカードが松尾選手だったので、あ、この選手かっていう感じで見つけてました。私は今日はここから観戦です。 SB 指定席です。
ゴール裏に近くてちゃんとも近くで聞けるのでモチベーション高く応援することができます。私はこの席か SA メイン指定席にいることが多いです。着きました。どうですか？最高です。予想スコアをやっていきたいと思うんですけど、はい、はい、ポン君は2-0でレッツが勝ちます。おお、じゃあゆいちゃんは？じゃあゆいは3-2でレッツが勝ちます。おお、待って、私も3-2で予想してるの。そんな乱打戦になる。準決勝なんで絶対勝って一緒に行ってもらいましょう。はい、ここで面白発言が出ました。なんと2人で家ではぬいぐるみを使ってヘディングをしているそうです。なんか好きなぬいぐるみがあって、うん、それを投げて、家で2人でヘディング練習は微笑ましい、羨ましくなっちゃいました。私もそういう相手を探したいと思います。お友達は初の観戦でブーイングにすごく驚いてました。セレッソ大阪との試合は今季で4度目、過去負けが2試合、引き分け1試合ととっても苦しい状況です。ここで浦和レッズが 0-0 で引き分けるか、勝つしかもう方法がなかったので、もう何としてでも引き分けか勝ちが欲しいです。この日のゴール裏の旗の数とってもすごかったです。メイン席やバック席でも旗を多く持つ人が多かったです。私もフラッグが欲しいです。見つけて買いに行きたいと思います。でも私はやっぱこの映像がいつももう、あ、始まるっていう感じでこの映像を見て燃えています。いや本当に今日は勝ちたい、みんな同じ気持ちだと思います。タイトル獲得に向けてやっぱこの一戦は負けられないですね。浦和レッズのスターティング発表が始まります。このスターティング発表の時に一気にあの大きなフラッグが上がるタイミングが私はすごく好きで、お友達も驚いてました。まだこの席では声を出す応援ができないので、私も手で後押ししています。はい、アウェースタジアムに行ってさまざまなあの選手紹介を見たんですけど、やっぱり浦和レッズが一番素敵ですよね。かっこいいですよね。この一戦に気持ちを全集中しているサポーターさんが多くいたと思うので、もう負けられないっていう気持ちしかなかったです。今日は絶対勝ちたい、もう勝ちたいしか言ってないですね。でも本当に気持ちはもう燃えてます。勝ちたいしかないです。この日のビジュアルとっても素敵でした。ゴール裏は 50% しか入れないんですけど、その中でもここまでのクオリティのビジュアル作るのはすごいですよね。選手が入場してきます。浦和レッズのゴール裏はみんな手拍子は大きいですし、手も上げて手を叩いているので、その一体感もいつもすごいなと思ってます。まだ私はゴール裏に行く勇気が出ず指定席で見ているんですけども、いつか成長してゴール裏で見たいなと思っています。ここでお友達もなんと口ずさんでくれました。やっぱり浦和レッズのちゃんとは覚えやすいし、不意に口ずさんでしまいます。皆さんも同じ気持ちでしょうか。なんと前半は0-2で浦和レッズが負けています。
結構セレッソ大阪さんが攻めていたなという印象でした、まあ、後半でね浦和レッズにも巻き返してほしいところです。後半に巻き返してもらいます。これはね大事に巻き返してもらいます。いやー悔しい。ちょっと私首真っ赤ですね。おそらく日焼けとお酒効果で真っ赤になってます。後から見返して気づいたんですけど、このポテトハート型をしていました。ゆいちゃんからのハートです。後半始まる前に中心の方々がブラックをみんなで振ってくださいっていう声がかかりました。その途端皆さんが旗を出してたくさんの方が振っていました。いや本当に私もこの旗欲しい、ブラック欲しいです。今レッドボールですけども、スタジアム内にもブラックがないんですよ。ぜひ売ってるところ分かりましたらぜひコメント欄で教えてください。後半スタートします。後半戦巻き返すぞ。後半から江坂選手とユンカー選手が一緒に出てきてくださることを期待して待ちます。いや2人のコンビを見たいですね。後半も精一杯応援していきたいと思います。おう、はい、ということでですね、今試合が終わりました。結果5対1で浦和レッズが負けてしまいました。さすがに4戦戦って1勝もできないのはまずいと思います。もうあんなに前日からワクワクでもう眠れないって思って楽しみだったんですけど、やっぱ負けられてしまうと次の仕事にも影響出ました。お気持ちがズドーンと下がってました。もう切り替えて J リーグ頑張ってほしいです。最後ACL 決勝に向けた横断幕がたくさんありました。埼玉スタジアムで決勝ができないのはやっぱり浦和レッズのサポーターからしたら嫌ですし、なんとしてでも埼スタで決勝を行いましょう。私もまだまだ至らない点がたくさんあると思いますが、それでも自分なりに精一杯レッズを応援していきたいと思います。頑張って成長していきます。